はい、こんばんは、リリチョです、今回はこちらのマップですね。 Welcome to Getting Out of It 2。これ、壺男って皆さん分かりますか？壺男、もういろんな実況者でやってると思うんだけど、それの壺男の第2弾かな、アウトオブ2なんで、第2弾をやっていきたいかなと思います。まあ、第1弾はさ、いろんな実況者さん上げてるから、まあ、あえて僕はその第2弾を、第2弾からやっていこうみたいな感じかな。で、壺男結構鬼畜なやつだよね。なんかみんな苦戦してるやつだよね。スマホゲーだっけ、もともと。スマホゲーでめっちゃイライラするやつだったと思います。ってことでやっていきましょう。まあ、多分、この中から、どんぐらいかな2、3人ぐらいじゃない？合格者多分。クリア者多分そんぐらいだと思うんだよね。要はこんな感じになってて、リスポーンパッドがないんだよね。リスポーンパッドがないから、1回でも落ちたら、もう1回最初からみたいな感じですね。で、こうずっと上まで登っていくっていうやつですね。普通にやばそうだね。多分何人か、多分諦める子出てくると思うな、これは。普通に。まあ、頑張るか、とりあえず。まあ、最初はまあ、そんなな難易度だよね。そこまでめちゃくちゃ難しいみたいな難易度ではなさそうだけど、まあ、なんか後半部分だよね。後半部分、失敗した時のダメージはでかいと思う。精神的ダメージはでかいと思うから。ここら辺大丈夫そうだね。でもなんかやばいよな、上の方行くと。なんかもうどんどんやばそうな雰囲気はあるよな。次は？こっち？大所帯だな。めっちゃ大所帯。で？こっち？危な。で？あー、なるほどね。ちょ、もう行け早く。バカ。お前、こっから最初からはだるい。マジでだるい。危ない危ない、もうふざけんなお前。ふざけんな。ほっ。で、ここか。ああああ、危ねえ危ねえ。あ危なっ。怖っ、ここ。めっちゃ怖えんだけど、これ落ちたら最初からだぞ。こっちか。ほい。ああああ最初からだってさ。ここでやられたよね。よしよしよし、オッケーオッケー。で、おい、やめろ、どけお前ら。ふざけんな。何人くん、おい、やべやべ、詰まってる詰まってる。オッケー。で、ここまでか。次どうやっていくの？どうやっていくんだ？あー、なるほどね。そっちまで飛ぶ感じか。やべ、そう、ま、落ちてんじゃん。よし、ナイス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 。いけたな。次誰？ワンタン。いけ、ワンタン。もうちょっと下がってだって。次ワンタン。ワンタン？おー、ワンタンいけた。ショボンラドンワンタンいけたな。次、テルキかな。テルキ。おー、テルキもいけたね。次、シラス。あははは、シラス落ちた。棒人間いいよ。おお、でこれ誰、知らない人いけ。あ、落ちちゃった。いそう、まちょ、次僕行くぞ。その後、はい、どんどん行くぞ。行こう、行け、知らせ。あ、行ってんの先に。これどうやって行くの？こっちだよね。お、オッケー。よし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 。え、これさ、あれじゃない？これ風が出てくるところ？うわ、これだるそう。お、気をつけろ、お前ら。これ落ちるぞ、みんな。気をつけないと。気をつけろ。はいはいはい。オッケー、いけた、いけた。こっちまで行っていいんだな。オッケー、わかった、わかった。読めた。もうちょっとこっちやな。で、風来たら、今。で、ここまでやな。オッケー。なんでだよ。なんか飛ばされたんだけど。で、どっちだこれ。あ、これ、タイミングよくジャンプかな。タイミングよくジャンプのパターンだな。ほっ。嘘だ。もう、なんでもこれ多分さ、奥のとこまで行ってジャンプだよね。よし、次の行こう。今
ッケー、いけた、よっしゃ。あ、そっちな、そっちな、オッケーオッケー、了解了解。うわやばそうこれはやばいな、失敗を恐れず行った方がいいな。オッケーオッケー、でこっちか。うわーマジか、なるほどね、行き過ぎちゃうわけね。はいはい、了解了解。いいね、みんななんか到着者出てきたね。ちょっと待って、僕も行きたいんだけど、その場所に。あ、マジで？もうめんどくさそれ。もうめんどくさい、もうまた最初からだよ。もうなんかインパルス投げられたって。もうオッケー、戻すのは簡単だよ。 ここまで戻すのは簡単、ここまではいけるぞ。あのこっからなんだって問題は。何これ、もうこんなマップ作るなよ、もう鬼だな、ほんと。ここら辺かな。あ、危なかった、危なかったよ今。レッツゴー、いけ、おしよ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 し、きた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 、レッツゴー、いけ、やったイエーイ、とりあえずここまでいけた。残ったのが棒人間、テルキ、ソーマ、リリチオか。落ちたら最初からだぞお前、俺あいつらみたいになっちゃうぞ。いけ、一人ずついけ、マジで慎重にいけ、マジでガチで慎重にいけお前ら。お、あ、あ、え、今誰が落ちた今。あ、あ、あ、テルキ、あ、ソーマ、あ、ソーマ、やべえなこれ。もうちょっとさ、みんないなくなっちゃうじゃん。いけ棒人間、お前絶対落ちるなよ。よしよしよし、やべえ、俺らだけだ残ったの。いけ棒人間、お前マジで落ちるなよ、お前マジで落ちるなよ、お前マジで気をつけろ棒人間。お、シラス、シラス来た、シラス行っていいぞ、シラス行っていいぞ、ちょ行ってぞ、 見とく、僕カメラマンだから。僕いけ、シラス、お前慎重にいけ、お前落ちたらめんどくさいぞこれ。よしよしよし、あ、シラス、来た、誰だこれ、誰、アマツキ、アマツキ、アマツキ、いけよ、お前行ってこい、お前絶対落ちるなよ、お前棒人間落ちたんかな、あいつ落ちてないよね、あいつ多分落ちてないと思うんだけど、あれ行こう。お、よいしょ、次なんだこれ、うわマジか、あ、やだよもう、オッケー、問題こっからだぞみんな、こっからが問題マジで。いきます、レッツゴー、1個目 OK、 OK、 3つ目 OK、 OK、 やっと戻ってこれた、20分後ぐらいかなにやっと戻ってこれましたね。よし行くぞみんな、落ちるなよ、トモ、トモ頑張れ、トモいいね、トモいけてるね、テルキもいいね、テルキも頑張れ、おわんた、おお、ナイスナイス、おお、棒人間も来れた、よし過去最多だな、ここがここどう行くのかだよね、マジかよもう無理だ、え、どうやって行くんだろう。 OK、 だいぶここまでは戻れるようになってきた、よいしょ、うわまた落ちた、もう、え、ここの行き方が分かんないな、こっからなんだよね、マジでこっからの行き方が分かんない、ちょ行ってみて、そう、ソーマちょっと行ってみて、あなたどういった、うん、その助走のあれが分かんないな、よく。 OK、 やっと行けたやっと初めて行けたぞここで、こっちか、やっと行けた、よし、でどこだ、そこか、ほう、届け、危ねえ、オッケー、はあ、なんだよここ、
お前どうやって行ってんのそこ。ちょっとテルキ行ってみて。そこ行ってジャンプして、あそこに行けばいいんか。了解。やばくねここやだやだよもう。よし行けワンタン、やっちまえ。そこジャンプでしょ。あーなるほどね。ちょっとでもなんか変なとこぶつかったら無理だね。あ終わったわ。あしょもあしょもちょっとやってみて。ちょっと見とくわ。あジャンプで降りるの。あーなんかすきれいにいってるな。なんか無理に飛んでなかったなあいつ。そういうやり方もあんのか。次こそ行く。おおやったーやったー。うわーい、やっと行けた。何時間やった。1時間はやった。マジでマジできちい。よしいいぞ。次はえ連続ジャンプ地帯だってさ。うわ落ちたら終わりじゃんこれ。ふざけんな。誰だこの制作者。誰だよこの制作者。ちょっと言ってみて。ちょっと怖いんだけど。シャボーン。お前何してんだよ。インパルス乗り越えてきたんやからな、いけるで。うん、何？うん、どうしてやってみて。あ？え？いや意味がわからん。ラドン？なんでやねん。え？ラドン落ちたんだけど。え何がしたかったのあの子。あの子何がしたかったの？何を見せたかったの？オッケー、いけた。ナイス。なんか誰もいないと寂しいな。なんか誰か来てくんないかな。で、次何これ。え？なんじゃこりゃ。こっちかな。松明エリアかな。あ、松明エリアは別にこれいいね。とりあえずここは安心だね。安心安全の松明エリアです。これずっと登っていけばいいんでしょ？楽勝やん、こんな。よし、ここはいいな。オッケー。あこっちにと、うーわえまだ終わらへんの。リスポンパッドプリーズ、リスポンパッドプリーズ。オッケー。これ制作者クリアできんのかこれ。本当にこれ落ちたら最初からじゃん。え絶対嫌なんだけど。え絶対嫌だ。オッケー。あラグラグラグ、危ない危ない。えこれどう行くのこれ。ここえこの木のエリアどうやって行くの。あ来たラドン。行けるか。行くか。行こう。し僕たちでもクリアしちゃおう。もうこのままやられずにもうクリアするぞ。どうしたらの。あ落ちても大丈夫。一応落ちても大丈夫だね。えラドン今どうやって行った。えお前どうやって言った。もう一回言ってみて、もう一回言ってみて。あーなるほどね。 OK でえこれどうこれどうやって言ったお前。普通にジャンプ。ちょ戻る。あそこね。 OK あ普通に行けたわ。で次は、はいはいはい、そこね。 OK あれラドン。あ落ちても大丈夫なんだ一応。マジでこれやばくない。普通に無理なんだけどこれ。えお前多分ここ、うわこの隙間に落ちてるわ。トモマジかよ。でもなんかだいぶ近いとこまで来てるはずなんだよな。これは僕が行くしかないな。あマジで、うわマジか。ではよかったよかった。ここだ。危ねえ。プラスまあこういう風に話したりとかするの好きだから僕もともと。
あんま友達がいないから、やっぱゲーム仲間とか、まあ、いたはいたけど、なんかそんななんか、なんか そこまでめっちゃなんか知り合いが友達がいるってわけじゃなかったから、想像を絶するより大変だったけど、まあ、その分、まあ、こんな風になってるからね、今みたいな配信できてるし、楽しくやれてるから、まあ、僕は良かったのかなと思うけど、学べることの方が多かったから、僕の方がな。あれ？これ？どこ？これ？どこ？これ？これ来たんじゃない？これ。いけるぞ。いける。